はい、皆さんこんにちは。あの場合よくて出た古文単語シリーズということで、早くもこのねシリーズも3回目になりましたが、今回は南山大学、名古屋にある大学ですね、やっていこうと思います。ちなみに今年度の入試情報なんていうのをちょっとね、細切れに載っけていくと受けるよっていう人はためになるんじゃないかなと思って掲載してみました。国語150点、英語150点、そして地歴あるいは学科によっては数学が100点の400点満点ということで、国語と英語1対1は英語苦手だよっていう人にはちょっとお買い得ですよね。まあ古文の比率もちょっと上がりますから、そういう点では腕の見せ所になれるんじゃないかなと思います。ですが意外と南山大難しい文章多かったりするんですよね。ってことで早速ですが、最終目標は左側に書いてある丸1番から丸3番の問題に回答できること、まあ、ですが単語の回ですから、あくまでしっかりと赤線引っ張られている古文単語に関しては理解していることは前提条件ですね。こんな感じでよろしいでしょうか。さあでは参りましょう。今回グリーンと丸している宮内教の宮という人についての話です。出だしちょっと難しいじゃないですか。宮内教の宮といいしはからどこまで続くかって、人のこなりってこんなに文章長いと何書いてあんのってなってしまいがちですよね。そこで大事なポイントが、文章を読むとき最低限把握しておかなきゃいけないのって何ですかって言われたら、主語と述語だよねって。この2つさえ分かっていれば最悪なんとかなるんじゃないのっていうところ、非常に大事なポイントなんですよ。つまりね、宮内教の宮といいしはこの辺りまでが主語の部分ですよね。誰かの人の子供なんだよ、述語のパートですよね。最低限この2つが攻略できていれば、宮内教の宮の説明してるだけだよね、どんな人の子供なのかって説明してるだけだよねって見えちゃうんじゃないかと思います。で中身見ておくと、村上の帝の御恩のちに年房の左の音どと聞こえし人の御恩末だって書いてある。少なくともね、御恩の地とか御恩末とか似たような言葉使われてるじゃないですか。で村上の帝の後に年房の左の弟がいて、その人の御恩末だって言ってるんだから、この人たちって多分血縁的に関係している、いわゆるご先祖様っていう意味じゃないですか。それを現代語訳かっこよく言っておくんだったら、こういう時末裔なんていう言い方ありますよね。血縁的につながっている先祖のこと、末裔と言いますよね。そんなめちゃめちゃ偉い人たちが先祖だったよっていう情報さえ分かれば十分ですよね。ちなみに貴古湯という古文単語、謙譲語で申し上げるが有名なんですが、今回年房の左の弟と申し上げた人、まあまあ悪くはないんだけれども、例えばこういう時って言われていた、呼ばれていたみたいな訳し方をすると、現代語訳的にめちゃめちゃスムーズだっていうことはぜひ覚えておいてくださいね。いいですね、まあ、あくまで客体である年房の左の音度を高めるから、このくらいの訳し方でも十分通りますよっていうことを合わせて暗記しておいてください。そして先行きましょう。なればの形注目してあげて、しっかりとここに依然形プラス場の形ありますよ、だから何々のでという現代語訳できますよねって考えてあげると、帝も左の弟も国のトップのような身分の高い人たちが末裔だったので、早くは当て人なんだって。じゃあどう現代語訳してあげればいいかって言った時に、当て人が重要な単語として取り上げておきました。なんか聞いたことのある形容動詞に当てってありませんか？そう言われてパッと出てきた人はもう十分です。逆に出てこなかった人はちょっとまだね、単語不足じゃないですか。しっかりと覚えておきたい。これは当てなりという古文単語、その当てという形に名詞の人がくっついて出来上がった当て人ですよね。ここまでしっかりとたどり着いてあげたい。そして当てなりってどういう意味ですか、2つ教えてくださいって言われた時に2つ出てくるかどうか。1つ目は上品だという古文単語だ。
まあ、ただ今回村上邸やあるいは俊房の左の音とか上品かどうかは分かりませんので、そこはさておき、もう一つの現代語訳、身分が高いですね。まあ、この身分が高いという現代語訳をしっかりと覚えておけば、まさにぴったり合うよねっていうニュアンスそのものが取れるはずだよね。まあ、だから非常に身分の高い人たちだったんだけれども、ここに逆接語がくっついてあることをしっかりと意識してあげてほしい。ちょっと現代語訳しにくいのが早うですよね。早くって訳してしまうとなんかしっくりこないじゃないですか。文脈を取るときって後ろ読んであげるとうまくいくこと多いですからね。なんか文脈判断するときに前とか前とか前とか防線とか頑張って読むんですが、前見てて分かんなかったんでしょ、防線見てて書けないんでしょ、じゃあ後ろ行くしかないでしょっていう、この後ろ読みましょうねっていう発想は結構有効ですからね。しっかりと後ろ側のニュアンスまで取って改めての文脈判断持っていってあげるといいんじゃないですか。いきますよ。司さ浅くて打ち続き、つまり簡易が浅い状態が続いてしまった、そう書いてある。で C ばかり見て、だ今まで考えてみると後続でしょ、そして左の音だって国のトップですから1位ですよ。で C ばかり見て、うせしってだいぶ落ちぶれちゃったなって感じ、だいぶ落ちぶれちゃっていなくなってしまった人の子供が宮内庁の宮田って言ってんだ。ってことはだよ、この覇陽のニュアンスって昔々は身分が高かったんだけれども、だんだん落ちぶれちゃって4位で死んじゃった人の子だよって言ってあげるとすごいスムーズですよね。まあ昔という訳はちょっと直訳からそれすぎちゃうので、例えばもともとこのぐらいで訳が作れると完璧じゃないかなと思います。いきましょう。もともとは身分が高い人であるが、はい、こんな感じで現代語訳できれば完璧な一文作れたんじゃないでしょうか。もともとは身分が高い人であるが、身分が、まあ、低い状態が続いてしまい、死ほどで失せ死ぬという単語ですね。場合によってはいなくなると訳す場合もありますが、今回どっかに行方不明になる意味が通りませんので、しっかりと死ぬぐらいで訳したいですね。死ほどで死んでしまった人の子供なんですよ宮内庁の宮は、こんな感じです。次行きましょう。まだいと若き弱いにて、そこいもなく深き心映えをのみ、読みしこそ、読みしこそ、つまり今回の一つポイントとしたいのはここですね。読みし、この読むっていうのが歌を歌うとか本を読むではなくて、あくまでこれ和歌を読むですよね。和歌を読むという感じになっているので、どうやらまだまだ若い年齢なのにそこもないぐらい深い心映え、つまりとてつもない奥深い心映え、情緒ぐらいでいいですか、情緒趣なんかを読んだんだって。ってことはこの宮内庁の宮ってこの読むぐらいの記述、深い心映えを読んだという記述から考えて、宮内庁の宮ってどうやら歌読みだよね、歌人だよねっていうことを文脈的に引っ張り出しておきたいですよね。そしてそんなことがありがたくはべりけれだって、ありがたしいいですよね。ありがとう、感謝、全然違いますね。古文単語でのありがたしは漢字で覚えちゃうのはいいんじゃないですか。ありがたし、こういう感じですよね。あることが難しい、あることが難しいほど、はい、めったにない。もちろん今回はプラスで解釈してあげてほしいですから、めったにないほど素晴らしいなんていう訳を持っていってあげるとなおさら現代語訳は美しいですね。めったにないほど素晴らしいことでございましたと丁寧語で押さえてあげてます。さあそして
1500番歌合わせの時、まさしくですね、帝が主催した1500番歌合わせ、すごいですよね。いろんな動画で喋ってますが、歌合わせというのはね、右肩左肩それぞれ人を集めて和歌を読み合って勝敗を決する、これで一番ですよ。1500番歌合わせですよ。何日やってんだって話ですよね。そのぐらいの大和歌バトル大会というのが開催された時に、院の上、プリント丸しときましょうか、院の上がこうのたもうよ、のたもうはいいですよね、敬語単語しっかりと尊敬語でおっしゃると訳します。はい、院の上がおっしゃったことには鍵括弧で、丸二番見てみると、井の上は新古今和歌集の編纂を命じた人物だと。さあ、この新古今和歌集だけをヒントにしてしっかりと回答できるかどうか。だいたい新古今和歌集は鎌倉時代に入ってからすぐに作られた和歌集だということを暗記しておくと、日本史の人は紐付け簡単ですよね。1221承久の乱みたいなところに行ってあげればいいわけですよ。つまり答えは後鳥羽さんですね。後鳥羽院と、まあ、上皇でもいいですけど、後鳥羽院、後鳥羽上皇と答えてあげればバッチリ正解が取れますね。そして、後鳥羽上皇がこんなことをおっしゃいました。こたみは皆世にゆりたる深き道のものともないと。で、こたみ、この度はみんな世に許されたと書いてますね。世の中で認められるぐらいのニュアンスでしょうか。世の中に認められている古き道のものどもなりと。じゃあね、道ってめっちゃよく出てくる単語なんですよ。意外と単語帳に載っていないくせに大学入試の問題に非常によく出てくるんです。まず道という単語の正確な現代語訳はこれ、専門分野って訳します。いいですね。道という古文単語のまず現代語訳の仕方は専門分野です。ただしこの現代語訳を書いてしまうと大抵の場合三角になってしまう。なぜ三角になってしまうかっていうのは大体わかりますよね。専門分野ってどの分野だよっていうふうに深く突っ込まないといけないわけですよ。例えば一番わかりやすいのが何枚だ何枚だ、これは仏道、道書きますよね。あるいは学校の授業でもあるじゃないですか、筆でね、いろんな字書くのなんて言いますか、書道、道使いますよね。じゃあ面どうですか、剣道。専門分野に関しては何々道という言葉は非常によく使われているんですよ。じゃあ今回の話、1500番歌合わせで呼ばれた人たちは何の専門分野に長けている人たちですか。もちろん和歌ですよね。じゃあ和歌の専門分野って何道ですかって言われた時に、え、和歌道ですか、違うんだよね。これちゃんと用語が存在するので、今回何道ですかって言われた時に歌の道と書いて歌道ですよっていうことを、これちゃんと覚えておいてください。この歌道というフレーズ書けないと困るんだ。あの歌道っていうのをね、授業中に無意識に歌道歌道って使ってると、なんで先生花の話してるんだろうみたいなね、生け花の歌道違うよっていうかもね、そうじゃなくて歌の道歌道も必須項目なのでちゃんと覚えておいてほしい。いいですね。そして区内はまだしかるべけ、まだしという形容詞、まだし、ちょっと長い単語なんですが、まだ、時期早少だと、時期になっていない、まだその時期になっていないなんていう古文単語で、まあ、時期尚早とか、まあ、あるいは場合によっては未熟ぐらいの訳が当てはまることもありますが、少なくともその段階に至っていないというような単語、結構まんまですよね。イメージしやすいと思います。つまり宮内教の宮は、これも丸しとこうか、宮内教の宮はまだ時期になっていない。何の時期になってないんですか。わかりますよね。今回呼ばれた人たちは皆世にゆりたる華道の達人なんですよ。
つまり世の中で認められているような名前が知れ渡っているような歌人たちが集まっている。ところが宮内教の宮というのはここに書いてあった通りまだまだ若いんですよ。だからそんなに知名度もあるわけじゃないし、引っ張ってこられたって誰あの女の人ってなっちゃうよねって、そんな状態ではあるんだけれども、いいよね逆説を。化粧はあらずと見ればなと続くわけですね。ちょっと丸三番の問題先見ておきましょうか。何の後ろには選んだのであるという言葉が省略されているが、印の上が選んだ理由を説明しなさいと。つまり何々と見れば選んだのである。まず誰を何を選んだ話ですか。いいよね、鍵括弧の中の文脈を考えていけば、他のやつらは名の知れている達人たちだと、でも宮内教の宮はまだその時期になっていないけれども、うんやらかんやらと見たから、だから選んだのである。選んだのは間違いなく宮内を選んだって話だよね。まずここはしっかりと結びつけておかなきゃいけない。宮内を選んだんです。じゃあなぜ選んだんでしょうかっていうのは、これ実は前回の明治大学のおさらいのつもりでこの問題設置してみました。理由説明と言われてまず真っ先に飛びつきたいの何でしたっけ。依然形プラス場があったらすぐ注目しようねって話だったよね。依然形プラス場あるじゃないですか。ここに依然形プラス場の形あるんだからのでって訳せそうだよねっていうことは、理由はズバリ古文単語ですよ。でやっぱりね、古文単語の講座なので答えてほしいところにパッと古文単語を聞いてくるっていう、このねこのポイントをしっかり押さえられたかどうかです。化粧あらずめっちゃ出てきますよ。あのすごいいいみたいなニュアンスでは書かないでください。化粧あらずはあくまで悪くないと現代語訳する古文単語です。だからとてもいい素晴らしいなんて訳を書いてしまうと三角ないしは×をもらってしまうので、まあまあだよねっていうニュアンスにとどめてあげるといいんじゃないでしょうか。まあ実際にまあまあかどうかはこの後ろの話を読めばわかるんですが、少なくとも丸3番の問いに答えておくんだったら、宮内教の宮はまだ一流の人たちと比べたら時期尚早であると、まだその時期には達していないかもしれないが、和歌の腕前実力を悪くないと帝が思ったから、こんな感じで現代語訳してあげると、答え作成してあげるとすごくいい訳が作れますよね。まあこんな感じで今回の3問プラスいろんな読解の要素出てきたと思います。復習要素満点じゃないですかね。あ、スクショタイムということでどうですか。なんかやっぱり定期試験の対策なんかをしててもスクショ神みたいなコメント結構あったりで、まあ、やっぱり皆さん喜ぶんですかね、まあ、ですがやっぱり本当だったらね、講義を聞きながらゴリ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 ノート取っていただけるのが一番いいかなとは思うんですけれども、まあ、私の欲よりも皆さんのクオリティ、重視したいと思っておりますので、今回も前編です。後編はこの続き、つまり宮内教の宮の歌が出てきますので、ぜひご注目ください。よければ高評価、そしてチャンネル登録どしどしお待ちしております。今日は以上です。お疲れ様でした。